ぎやかですかね。音が、室内の音が。ああ、やっぱハイブリッドですよ。女の人の趣味も考えてくれたらいいのにって思う。結構
子供の送り迎えとかするのってやっぱ女の人が昼間を使ったりするでしょ、うん、そうするとやっぱり新型のスパーダだとちょっとなんか怖い、なんか怖い感じがする。今の人はね、この人はあっちにしてもたまにありますけどね。車重が軽いからこれでいいんでしょうね。ですね。ハイブリッドに比べてまた軽いし、100キロぐらい軽くなってる。あ、こっちの割かしを走るでしょ、ね、大きいのにね。動力だけで考えたら、4輪駆動になるとまた重たくなるもんね。やっぱりそういうの重たくなるし、動力が逃げるんで、うん、ちょっともっさりした感じにはなる。なんか不思議、なんか大きい車運転してる感じがせんね。この見切りがいいからかもしれない。でも後ろ見るとこんな長い。私としては1センチたりとも大きくなってほしくなかったの。運転が恐ろしいから。今やっとね、いろんなところの駐車場にやっと馴染んで、はいはいはい、やっと止めれるようになってきたのに、これがまた5センチ伸びたとなると、ちょっとまたやり直さないか。やり直さんからいいですよ。やり直さないと、やっぱ慣れないと。やり直さんからいいですよ。8ヶ月経ったのにね。下取りがすごい高いですからね。なんで下取り400万でしたっけ。500万ぐらいで下取るやろうね。100万お釣りが来る感じぐらいね。結構売れてますか。結構売れてますね、ただ来ないっていう問題だけで。1年先ぐらいでしょ。あ、第1年まではなくなって、ロックダウンが取れそうなので、それを目標に、あの、それを当てにこう生産予定しようので今、はいはい、あれやけ絶対とは言えないのもありますからね。また今正直中国次第ってとこあります、うん、ああ中国ね。え、みんなこう、はい、いつになるか分かんないのにもう注文はしてる。皆さんやっぱテレビとかネットとか、それで今ホームページでも何ヶ月もかかるよって書いてあるので、っていうのもいいですね。で、車検に間に合わなかったらどうするんですか。車検代払ってもらえるの。いろいろパターンはあります。車検出してもらって下取りをその分上げてとかもあるし、代車でお出しする時もあるしっていう感じですね。まあ、エンジン詰まってるとしてたからね、やっぱり、まあ、エンジンそりゃそうやろ。びっくりするほどの売れ行きですか。そこまでではない。そこまでではない。金額が太いじゃないですか。はい。なので、そこそこするもん。というわけではないですね。また隣止めてもいいですか。はい、そうですよ。どうぞどうぞ。カメラが。ベゼルの時よりも反響は大きいですね、やっぱり。あ、でもやっぱベゼルの時の方が大きかった。大きかった。今も続いてます、ベゼルの。ベゼルは未だに1年待ちとか、一番上のブレードは生産停止になってるんで。ああ、そうなんですね。画素数になればいいね。これね、見やすいね、すごい。